超弦理論入門講座。超弦理論の誕生。セルン欧州原子核研究機構。ここに所属する若手の物理学者であるベネティアーニ、加速器実験で得られた強い力の様々な特性を統一的に理解しようと奮闘していたのです。1968年のある日、彼は一つの可能性に気がついたのです。それは18世紀の数学者オイラーが発見したオイラーのベータ関数を使えば、強い力の粒子のいくつもの相互作用がこの関数により一挙に起立できるように思えたのです。オイラーのベータ関数とガンマ関数。ガンマ関数は正の実数の一変数関数であり、ベータ関数は正の実数の二変数関数であります。ベータ関数はガンマ関数により、次のように二変数関数として表すことができます。多くの要素を含む強い力の相互作用の記述には、この公式が使われています。この公式が超弦理論の誕生の元となった公式であります。この発見で強い力の特性の多くが数学的な形式で簡潔に要約されたのです。にもかかわらず、彼の発見は物理学者たちからまだ十分だとは思われなかったのです。方式の背後にある物理現象が十分には理解されていない物理学者たちには感じられたのです。ところが、状況は1970年に変わったのです。南部陽一郎、レオナルド・サスキンド。彼らは、オイラーの公式の背後にある未知な物理現象を明らかにしたのです。彼らは小さな振動をする一次元の紐を素粒子のモデルとすると、強い相互作用をオイラーのベータ関数を使えば、この関数により一挙に起立できるように思えたのです。この紐は十分小さければ点粒子のように見え、実験結果とは矛盾しないのです。これは満足に思える理論だったのですが、紐理論による強い力の記述が失敗とわかるまで長くはかからなかったのです。1970年代はじめ、高エネルギー実験により、紐理論モデルから演繹される予測のいくつかが、実験結果と真っ向から衝突したのです。この結果、紐理論は、くずかご行きになってしまったのです。かくして、多くの物理学者から見放された紐理論だったが、研究者はコツコツと研究を続け、弦理論の理論的柱である空間次元を決めるとき、今度はオイラーの公式が決
定的な役割を果たしたのです。オイラーの公式とは1たす2たす3たす4たす点点点イコールマイナス1割る12という不思議な公式なのです。超弦理論の誕生。1960年代後半、イタリアの若い物理学者ガブリエーレ・ベネツィアーノは強い力を説明できる方程式を探していました。強い力とは陽子と中性子を結びつけて原子核を作っている強力な接着剤のようなものです。そしてたまたま手にした数学の本の中に200年前のある関数を見つけました。スイスの数学者レオンハルト・オイラーが最初に記した数式です。ベネツィアーノは驚きました。数学の式としか考えられていなかったオイラーの関数が強い力を説明しているのではないかと気づいたからです。すぐにこの発見を論文にまとめ発表しました。私の作ったモデルが偶然の産物だとか数学の本から引っ張ってきたものだなどと書かれることがあります。そういう表現を見かけるととても不愉快になります。本当のところあのモデルは私たち研究者の長年の成果だったんですから、それがひも理論の発見につながったのです。発見のいきさつはともかく、強い力を効果的に説明できるオイラーの関数は一人歩きを始めました。これがひも理論の始まりでした。ベネツィアーノの発見が広まるにつれ、アメリカ人物理学者レナード・サスキンドもオイラーの関数に出会いました。あの関数は今でも覚えてますよ。こうでした。こんな単純な式なら自分にだって解き明かせると思いました。サスキンドは屋根裏部屋にこもり研究を始めました。この関数が数学的に強い力を説明していることは分かっていましたが、それだけではないと感じていたのです。2ヶ月間研究を続けているうちにこの関数が何らかの粒子を説明していることに気づいたんです。その粒子は内部構造を持ち振動し作用します。単なる点粒子ではありませんでした。やがてその粒子はゴムの紐のようなものじゃないかと気づきました。輪ゴムかそれを半分に切ったような形です。伸び縮みするだけでなくくねくね動くこともできます。なんとその粒子は関数とぴったり一致しました。これを知っているのは世界で自分だけだと思いました。サスキンドはこの発見を論文にまとめました。論文は掲載される前に専門家たちの審査を受けることになっていました。サスキンドは次のアインシュタインだ、いや現在のニュートンだなんていう反応を期待していました。ところが大した論文じゃないと掲載を拒否されたんです。ひっくり返りましたよ。打ちのめされて惨めな気分でした。結局どうしたかというと飲んだくれました。発見を否定され悲しみに暮れるサスキンドと一緒にひも理論は葬り去られたかのように見えました。